うわ、ちょっとマジびっくりし、決まりました。いや、なんかあかんようになったんかなと思った。びっくりした。はい、ミスレインボー。さあ、今日はですね、今これからのジャグリングの方に向けて、ちょっと練習していきたいなと思っております。今日こんな天気も晴れたので、今普段は家でやってるんですけど、たまには公園でしっかりこうボールの高さを上げてできたらなと思っております。ぜひ今の成長を見てください。さあ、これ見てください。この3つのボール、かなりバランスよく回せるようになってきました。こうやってほら、ちょっと高く上げたりしながら、上手くなってるでしょ。落としたけど、落としたけどね。こういうちょっとたまに1個だけ高く上げたりんで、こっからヘイ、これだいぶバランスが安定してきたんですよ。だいぶ成長したな。ほら、いけた。ほら、いけた。一回転してから取るって、これなかなかハードな技ですよ。ディアボロも上手くなってるんやから。最近うちの次男がこの練習やってるのを見て、やらせてって言って、ディアボロ、これはもうかなり回転するようになってきたんで、わかりますこれ。持ってるの見えるかな。で、これを上に、あ、これがもう、これがかなり余裕を持ってできるようになってきた。で、これもはい、はい、そしてそして、あ、アイバー、はい、はい、あ、アイバー、ほら、まあこういうこともありますよね。一回回しの、こういうのも入れて、そしてこれ難しいな。今はこんな感じです。だいぶ、まあ、こういうジャグリングの道具にも慣れてきて、少しずつ余裕が出てきてる。こっからまたさらにこのテクニックを磨いて、どれだけの技術を見せれるかっていうところですね。あとどれぐらいで仕上げなあかんのやろう。なかなかこう練習はやってるものの、あとはこう失敗の数を減らしていくっていうのが大事だから。昼休憩にしようかな。わ、ボンちゃんからや。なになになに、もしもし、あ、もしもし、はいはいはい、あ、ボンクですけれども、あ、どうしたどうした、あ、大丈夫大丈夫。あのですね、ちょっとうん、なんと言いますか、お伝えしたいことがありまして。え、何何？
やあのですね、はいはい、いや言いづらいな、言いづらいんですけども、怖い怖い、何を、うん、今ジャグリングね、はいはい、練習来てくださったりしてるじゃないですか、はいはいはい、そうなんですけど、うん、ですね、えついにパフォーマンスの日が決まりました。マジで、はい、うわちょっとマジびっくり、日程が決まりました。いやなんかあかんようになったんかなと思った、びっくりした。はい、ついにです、ね、マジで、はい、なんと、うん、夢の地静岡県にて、はいはい、パフォーマンスの披露する日が決まったわけでございます。うわ、いついつ、ちょっと今ちょうど練習してて今、あ、マジですか。そう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 、素晴らしい。え、いついつ、ですね、うん、発表します。はい、12月の18日土曜日でございます。12月18、はい、年内開催でございます。わー、すげえすげえすげえ。ちょっと待って、もうだってでも1ヶ月ちょいしかないやん、もう。いや、そうなんです、そうなんです。やばいね、まあ、現地の方もですね、はいはいはい、最高に楽しみですと、もうワクワクしておりますので、やばいな、それちょっと、はい、むっちゃ期待してくれてる。いや、もうすごいですよ、マジで。電話越しに静岡とやり取りしてたんですけど、うんうん、もう現地の人がスキップしながら電話してるのがもう意味が分かりました。見えてないけど分かった、はい、マジ、ちょっと、はい、いや、なので、もう、いや、でも今練習してるんですよね。今してるしてる。もう3個ぐらいギアを上げて、うんうん、ちょっともう年内で決まったので、はいはいはい、ちょっと頑張っていきましょう、これは。いや確かに、いや、もう頑張るしかないね。はい、頑張るしかないです。もう決まったんだ、もうそこに向けて、はい、ちょっと全速力でバチコンと拍手をもらって、うんうんうん、やりましょう。わかりました。わー、マジか、うれ、はい、ちょっとなんか急に緊張してきたわ、急に。いや、でも大丈夫ですよ、うん、ね、練習は順調だと思うので、はいはい、ちょっとこっからね、ちょっと僕ももっとたくさん、はい、いろいろご指導できるように頑張りますので。いや、ありがとう。 ちなみにボンちゃんは今何してんの。僕ですか、うん、僕今日向ぼっこですね。日向ぼっこ、はい、ちょっと天気がいいので今日。わかりました。いや、ちょっと本当に頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、ありがとう。はい、それではまた、はい、練習でお会いいたしましょう。お願いします。ありがとう。はい、はい、それでは、はい、報告でございました。ありがとう。はい、ではでは。失礼します。はい、失礼します。ちょっと聞きました、皆さん。すごい。12月。18日静岡でついに決まりましたね。決まっちゃいました。いやー、やばい。なんかこう今までこう日程がまだね、はっきりしてなかったからちょっと半信半疑な部分もあったけど、改めてこうやって日程が決まるとギュッとなんかこう緊張感と責任感とかがこう乗っかってきて、一個ちょっとさらに気合が入りそうです。それではもう皆さん、12月18日静岡のリバティリゾート久能山、こちらのね施設でボンちゃんのショーがあって、そこに、私常、またレインボーマンで、参加させていただくことになりました。ぜひよろしくお願いします。いやー、楽しみだ。